皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて9月前半号、はじめは千葉市政ら売りの記事を紹介していく広報河原版です。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。それでは千葉市政ら売り9月号の注目記事を見ていきましょう。まずは一面です。黄土色の宝石を掘る、千葉県の名産品落花生の収穫体験の写真です。千葉の秋の味覚といえば落花生。千葉市は全国でもトップを争う生産量を誇る名産地ということをご存知でしょうか。ぜひこの時期に千葉市の落花生をご賞味ください。それでは2面3面もご覧ください。高齢者が住み慣れた町で暮らし続けるために、生活支援コーディネーターです。高齢者がいつまでも住み慣れた町で暮らしていくためには、地域組織やボランティア、NPO、民間企業などが高齢者の生活のちょっとした困りごとの解決を支援することや、歩いて行ける距離にある交流の場に高齢者自身が参加することが必要です。安心ケアセンターなどに配置されている生活支援コーディネーターは、地域の高齢者がいつまでも元気に住み慣れた町で生きがいを持って暮らしていけるよう、住民同士の支え合いの推進と地域づくりのお手伝いをしています。2面では生活支援コーディネーターの役割を紹介しています。地域資源の把握としては、高齢者が住み慣れた地域で生活していくための情報を集めます。集めている情報はサロン、サバ会、健康体操教室、ウォーキンググループなどです。地域ニーズと地域資源のマッチングとしては、地域の声を聞き、生活支援コーディネーターが把握している情報を紹介します。例えば近所で運動ができる場所はないかしらの声に対して、グラウンドゴルフサークルや体操教室がありますよという情報を紹介します。そして地域資源の創出、担い手の要請としては、地域住民とともに必要な活動を作ったり、活動する人を要請したりし、ネットワークの構築としては、地域住民や多職種と連携し、地域づくりに取り組みます。3面では、高齢者サロンとの関わりを例に、イラストで分かりやすく、生活支援コーディネーターの活動を紹介しています。ステップ1、地域の声を聞きます。支え合いの地域づくりには、地域を知ることが大切です。地域を見て、たくさんの人の声を聞き、地域資源を集めています。そして、ステップ2、地域をつなぎます。例えば、一人暮らしの父が気軽に出かけられる場所はありませんか？という声に対して、おしゃべりを楽しめるサロンがありますよ。近所の方も参加していますと地域をつなぎます。このように集めた声をつなぐと、高齢者サロンに協力者や参加者が増え、より楽しく充実したサロンになります。これが生活支援コーディネーターの活動です。生活支援コーディネーターに相談したいときは、お住まいの地域を担当する安心ケアセンターにお問い合わせください。詳しくは千葉市安心ケアで検索してください。続いては9面をご覧ください。始めよう、元気なうちからフレイル予防です。人生100年時代、いつまでも自分らしく元気に暮らしていくために、フレイルを予防して健康寿命を伸ばしましょう。高齢者の方、まずはフレイルセルフチェックです。次のうちいくつ当てはまるかチェックしてみましょう。6ヶ月で 2kg 以上体重が減った、握力が弱くなった、ここ2週間わけもなく疲れたような感じがする、
青信号の間に横断歩道が渡れなくなった。軽い運動などを週に1回もしていない。3つ以上当てはまった方はフレイルですが、1つまたは2つ当てはまった方もフレイル予備軍です。ではフレイルとはどんな状態なのか詳しく説明します。フレイルとは、年をとって体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を指し、そのまま放置すると要介護状態につながる可能性があります。フレイルは予備軍のうちに適切に行動することで早く健康な状態に戻ることができます。フレイル予防にはしっかり噛んでしっかり食べる、運動をする、人とのつながりを持つの3つをバランスよく行うことがとても大切です。無理なく楽しくフレイル予防に取り組みましょう。秘訣1、まずはしっかり噛んでしっかり食べる。中年期では太りすぎに注意することが大切ですが、フレイル予防の観点では痩せすぎや栄養不足を見落とさないことが重要です。心身の衰えは口から、噛む、飲み込む、発音するなどの口腔機能は栄養状態や全身の健康にもつながる大切な機能です。毎日の歯の手入れや口をよく動かすこと、定期的な歯科検診で口の健康を保ちましょう。秘訣2、運動をする。運動量が不足すると筋肉量が減り、バランス能力が低下し転びやすくなります。また疲れやすくなることや食欲が低下して体重減少につながることもあります。無理なく楽しくできる運動を始めましょう。秘訣3、人とのつながりを持つ。趣味、ボランティアなどのグループへの参加頻度が高いほど転倒や認知症などのリスクが低くなります。外出のきっかけにもなり、フレイル予防につながるため身近なつながりを持ち続けましょう。市では地域の身近な運動グループをホームページで紹介しています。千葉市運動自主グループで検索してみてはいかがでしょうか。続いては6面をご覧ください。新型コロナウイルス感染症関連情報です。新型コロナワクチンの接種をご検討ください。個別接種を行う医療機関や集団接種会場では引き続きワクチンの接種を行っています。市では希望する方が接種を受けやすいよう、集団接種会場を土曜日、日曜日、祝日や平日夜間も開設しているほか、副反応が比較的少ないとされているノババックスの接種も可能となっています。ぜひこの機会に接種をご検討ください。詳しくは千葉市コロナワクチンで検索してください。さて続いては市内で行われた出来事などを紹介する映像トピックスのコーナーです。今回はティップスタードーム千葉で開催されているピスト6をご紹介します。目の前を時速70キロを超えるスピードで自転車が走り抜ける新たな形の競輪ピスト6が去年の10月から千葉市で開催されています。ピスト6はオリンピックなどの国際大会で行われる自転車トラック種目の競輪に基づき、スポーツ色を強めた世界初の公営競技のことで、千葉競輪場跡地に新設されたティップスタードーム千葉で行われています。そしてこの夏、このピスト6に触れてもらおうと延べ1万2000人が招待され、来場者はレーザー照明や炎などで非日常空間が演出された五感で楽しむスポーツエンターテインメントを体感しました。さて次回後半号ではシリーズ特集として稲毛海浜公園の3回目をお送りします。ぜひお見逃しなく。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。